ですね、実は図書館からやってきました。今回、未来も作るもともと作り図書館というテーマを挙げさせていただいたんですが、どんなことなの？図書館って何だろう？何でしょう？で、まず自己紹介兼ねて、Twitter、Facebook でこの顔見たら私ですので、よろしくお願いします。どうやらいつもこんな父さんで、あと自分の、子供の頃の写真をいつも持ってます。僕デジタルアーカイブということもやってるんですが、自分の今までの生きた記録っていうのも、デジタル化をして実はいつも持ち歩いてます。さあ、それからですね、未来を作る物事を作り図書館、実は山中湖情報創造館という小さい図書館がございます。そこの、2004年、平成16年の4月から日本で初めて指定管理者制度を導入し、 NPO 法人、私どもの NPO 法人なんですが、医師料デジタル化研究会という団体が、管理を行って、実はもう今年で9年になりました。で、4月以降、また、指定管理者の 協定案をまた作るんですが、つい2日前、プレゼンテーションしまして、なんとか通ったかな、あとは議会の承認が得られればなというところで今来ていますが、その時にもこのプレゼンをさせていただきました。一つの図書館、山中湖情報創造館という施設を知る場所、本を読んだり情報を得たりですね、それから作る場所、そこから伝える場所にしていきたいという話をさせていただきました。で、ちょっと後継時間取らせていただきましたが、皆さんこれどうですかね、僕からするとあれと思ったのは、博物館、科学館、動物園、水族館、博物館、科学館、美術館、自然公園、自然学校あれというわけでですね、各種学校の施設の中に図書館が入ってしまったんですね。僕としてはちょっとあれっていうところがございまして、実は図書館をこのつなぐ人の中にこう真似でね、囲ってもらっていればいいかなということを、前回ぐらいの時に少し、お話しさせていただいたんですが、何か見てほしいということになります。で、こんな場所です。富士山のふもと山中湖です。で、こんな建物でやっております。で、まあ、図書館、最近図書館に行った方いらっしゃいます？ああ、すごい、図書館というとね、まあ、本を読む場所というのが普通なんですが、最近ですと、まあ、インターネットの、環境があって、それから無線 LAN を使わせてくれるところがあったりとか、本だけではなくていろんな情報を得られる場所というところで図書館が位置づけられています。山中湖情報創造館も2004年開館時から、館内ワイヤレス LAN で、無線 LAN で使えるようにしてますし、今は電源も取れるようにしています。なので夏休みとかで別荘の中で来られる方、観光で来られる方がノートパソコンとか、タブレットとか持ち込んでですね、で 本も読まずにそればっかりやってるという人も多いです。で、それ大歓迎です。で、実は図書館って本を読むだけではなくて、こういうものを作るイベントって非常に多いんですね。これは古い新聞の、英字新聞を使ってエコバッグを作る講座です。それからこれもなんか紙のカードを作る講座もしてます。こんななんかリースを作ったりとか、比較的こう図書館って なんかこう工作をやってるっていうのが実は多く、少なくはないんです。多分お近くの図書館でもいろいろとして子どもたちとして何か作るようにやってることがあるかと思います。で、そんな中でやってきてですね、実は今年、図書館にレゴというのを入れてみました。レゴご存知ですよね、ブロックで積み立てて作るやつ。で、これも意外と評判でして、で、実はこれってアメリカの図書館では図書館にレゴがあるというのは普通です。レゴタイムというイベントは必ず行われています。インターネット上でそういうイベント情報を見ると必ずレゴタイムがあって、お話のタイムとかね、レゴタイムとかストーリータイムとかあるんですが、レゴは必ず入っています。そういう意味で図書館でものづくりをする、何かを作るということはある普通の行為なんですね。で、こんな風にして最初、タイヤつけてゴロゴロ遊んでみたりとかですね、レゴで動物を作って、何かアニメーションを作ったりとかやりました。で、そのうちですね、こんな風によこんなものを作るような子どもたちも現れたんですね。大事なのは調査しない。そしてこれ、それから、ゴムが通っていってプロペラを回すという簡単なものなんですが、やっていくうちに子どもたちはどんどん自分たちで面白いものを作り始めるということが図書館の中で起きています。じゃあということで、僕たちもちょっといろいろですね、その工作する機会を出てみようということで思いました。じゃあそろそろ、僕たちのパンフレットとちょっとしたショップカードといいますかね、図書館のカードを皆さんにお渡ししたいんですが、実はこんな機会です。
何でしょうっていうね、一見こうプリンターのような、なんかよくわからない、ちょっと切れてますね、カッティングマシンという機械です。ちょっと見てください、あの紙をこう吸い込んでですね、ピュッとやりながら、紙を切ってくれます。昔あのコンピューターで設計図面を描くときに XY プロッターというペンがこう上下左右に動いて図面を描くなんて機械がありましたが、そのペンの代わりに細いカッターを入れます。それによって同じ場所を同じように何度も何度もあのコンピューターから信号を出して、切ることができるんですね。で実はその皆さんの手元にあるカード、もうそれぞれ絵柄が違うと思います。山中湖の形をしたもの、それから葉っぱの形をしたもの、あとは動物の足跡、アニマルトラック、それから猫だったりとか葉っぱだったり、でそれもコンピューターの中で作って、このカッターにかけて、実は夜鍋しながらですね、作ることができました。で実は最近あの渋谷の喫茶店の中で、喫茶店の真ん中に、これはあの刃のカッターですけど、レーザー光線を使ったカッターを使って、レーザーカッターを導入した喫茶店、ファブカフェなんてのがオープンしました。なんかいろいろ面白いことが今始まってるような感じがします。でこれで作ったのがこういうところですね。色画用紙を使ってこうやって切ってもいいです。でこれの切り抜いたものを、これだと思ったんですが、これを切り抜いて図書館のあちこちにこっそり貼っておくんですね。で子供たちがこれを探すというゲームをやってたりします。これはあのお正月用に門松っぽいのを作ってみましたというのがこれなんですが、実はこれ門松っぽいんですけど、ひっくり返して使うとこんなふうにしおりになるんですよ。でこういうものを図書館がいろいろこう作りながらですね、何かやっていくとかなりいろいろ面白い相乗効果が起きそうだということが今分かってきています。これは実は子どもたちと一緒に中学生の職場体験でシキリータという、ね、図書館の分類番号が入っている板を使って、そこにこう動物のシルエットを切り抜いてパウチをしてこんなに挟むということも実はやりました。でこれは、ね、また面白いんですが、街づくりアバターというのを考えて作っています。街づくりのワークショップの中で模型などを作ったときに、自分の代わりのこう約35分の1ぐらいなんですが、それのこうフィギュアを人形を置いてみる、で自分の写真を撮ってそこのこう周りだけ切り抜いて自分の代わりに置くなんてこともできるかと思っています。そんなことをしながらこのカッティングマシンに遊んでおりまして、実は山中湖上空とか持ち込んでもパソコンももちろんできるんですが、こういったコンピューターも備えています。ご存知の方はあれと思う方もいると思うんですが、リンゴ印なのに Windows が動きますなのでどっちも使えます。 Windows 使いたい方、 Mac を使いたい方、それから Mac を動かしながら Windows を使いたい方で、それぞれ使えるソフト、一応は Go Excel いろいろあるんですが、写真、それから動画、あと画像処理、ドローイング、あと CAD なんかもできます。で、3D のソフトも作る、で、音楽なんかも作る、あとカッティングするのがこのカッティングのソフトが入ってます。なので、図書館に来てなんか本を読みながら、あ、こんなもの作ったら面白いなって思ったものはその場ですぐ作ってみるということができるんですね。これもアクロです。で、基本的にほとんど無料で手に入るんです、これは。僕たちは今作る図書館を作るということで、今かなりいろんな全国の図書館の中でこんな動きがもぞもぞと始まっているところです。で今年の目標、なんとかその 3D プリンターというのを入れようと思っています。こんなやつです。メーカーボット社です。で意外とこの公共図書館です。メーカースペースを作ろうというのはアメリカでもそういった動きがあります。ファブラボ、ファブカフェ、メーカースペース、デジタルファブリケーション。例えばこのメーカーズなんて本もそんな一つですね。作る図書館を作っていく。これ、実はアメリカの図書館なんですが、動画化ですね。図書館の中にメーカースペースを作っちゃうという事例もあります。ウェストポートパブリックライブラリーです。でそんなことをしながら、山中湖上層とかも作る、伝え、知る、作る、伝える、そんな場所にしていきたいなと思いまして。実はこの外ほどという雑誌ご存知の方がいらっしゃると思いますが、これの、今年の1月号に鎌倉にあるファブカフェ、ファブラボという施設のコンテンツが入っております。そんなわけでぜひ図書館新しくなっていきますので、楽しみください。